内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です、スタートしました、6手、あまりそのえないスリート体形となりました、1周の1マークにかけて向かっていく、インセン先前1号手の隅。 握っていった5号手3号手は流れてしまった差しのハンドルは2号手の坂野でバック側に入ってさあ先前1号手隅に差して並んできた2号手の坂野です2番と1番トップ争い3停止に相手5号手清水3番手後ろは6番4番3番が追走スタートは正常でしたさあ2号手が1号手の前を塞ぐように回って追っつけてきた5号手が好戦回見せるさあトップは2号手の坂野が抜け出してリードを広げて5号手清水が1番隅を捉えてきました さあ1番と5番の日浅いですが直線でわずかに1号手が出ています二周の1マークさあ5号手と1号手が少しやり合う間に V 際から6号手もやってきたここは日浅いから5号手清水が上がってきました10前半ぐらいのスタートでしたがいかがでしたか、はい、展示と同じ感じでいきましたうん、うん、同じぐらいのタイミングですよねはいバッチリでした ここは差しでしたけれども、はい、ええー、どんな風でしたか、って聞きなみ超える感じとかは。なんか安心してハンドルも切れたので、良、うん、かったです。じゃ、あ乗りやすいってことです。はい。あの船足の評価としてはどうでしょうか。すみさんの方が、うん。伸びる、伸びる感じはしました。あはい。で、出足の感じはいいということですよね。はい、ええー、宮島は。 初めてはい初めてですどうですか印象はえっと重たより乗りやすいです,あそうですはい。<laughs>